とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。パワー1から251まで、何時間かかるのか。今、総プレイ時間、15時間です。15時間で、ここまで来ました。レベル87のパワー247ですね。今日、あと1時間すれば、251。おそらく超えると思います。では、今日のプランですけども、まず、ハテナハテナハテナを3回周回して、アーティファクトのパワーを底上げする。で、その後に、タワーに登って、どれぐらいのパワー出るだろうな。263が出てきてくれればいいけども、まあ、タワーに1、2回登れば、251は、超えるんではないでしょうか。では、まずは、ハテナハテナハテナから3回周回していきましょう。まずは1回目。どんどん行きましょうか。さすがに、あんまり減らんわ。こんなもんか。もうちょっと減らせるかなと思ったんだけども、そこまで減らせないね。さすが。やっぱプラス25は、そこそこ強いっていうことだね。オッケーオッケー。でも問題なし。2周目ですけども、これで終わりですね。うん、251の、250かのアーティファクトがお店で売ってて、それ買いました、うん、しかもキノコと愛のメダルだったんだよね。かなりラッキーだった。なんで、これでおしまいです。終わりだ。どれくらいのパワーになるかな、これ終わったぐらいに。すごい上がってるとは思う。でもまだ251にはなってないんだよな。251にはまだ若干足りないか。でもいい線はいってると思う。ちょっと装備変えてみましょう。今出たのが、違うね。あ、武器がまだね、249なんだよね。で、弓が251、防具250の、どこだっけ？あった。これだ。250！ 惜しい！250！ あと1ですね。あと1。これタワー登ったら、クリアしますよ、251は。では、ボスを倒して、終わりかな。うん。ついに251、超えちゃうんじゃないっすか。いや、これはもう間違いない。間違いなく超える。よっしゃー。では、まあ、いい報酬出てきてくれればいいけどね。何が出るでしょうか。あ、でもね、263、いいやつは出ないけど。263、衝撃波3、爆発3、お？いいんじゃない？あー、まあ、いいんじゃない？これで、いったでしょう。間違いなくいった。はい、パワー253です。いきましたね。あの、まだね、1時間全然経ってない。30分経ったか経ってないか、それぐらいの感じです。253クリアしました。ということで、パワー1から、パワー251まで15時間半ですね。15時間半あれば、クリアできるみたいです。まあ、ちょっとね、運も絡むんだよね。俺の場合、このハープクロスボウ。これが、どんぐらいで出たかな？パワー100後半ぐらいでハープクロスボウ出たし、50ぐらいの時から輝くハープクロスボウのマルチショットも持ってたのよ。それが出たからっていうのもあるし、100半ばぐらいで出たこのグリムアーマー。ポーションバリアとクールダウンがついて、HP も吸収するやつなので、耐久力が高い。うん。まあ、とりあえず、グリムアーマーと
ハープクロスボウ、これにだいぶ助けられたので、装備の運が悪ければもうちょっとかかるっぽい。うん。でも俺みたいな感じだったらば全然、15時間半で251は超えるみたいです。まあ、とにかく、ミッションに入る前に最大パワーのやつを装備して、でミッション中は装備は変えていいんだよね。でクリアするときにまたさらに、強い装備、最大パワーのやつをつけてクリアをする。でその後に、この商人でパワーの高いやつを買う、もしくは鍛冶屋でパワーを上げる。そうしていけばまあ徐々に上がっていって251もまあ簡単にいくことができます。はい、ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。